これはこの御主殿の調査を始めた平成4年5年の時からですね、1メーター弱頭を出してたんです。おそらくこの辺に庭があるんじゃないですかなんて話はずっとしてたんですが、先ほどご説明しましたように、まあ、未調査のままになってたんです。で今回調査をする機会がありましたが、実はその石はずっと下まで続いててですね、大体2メーターぐらいになるとかありそうなんです。推定2トン以上の石がやっぱりこれが中心だったと思いますね。でその手前 の今度平たい石で両方で組み合わせて、まあ、あの石が倒れない部分をしているようですね。でその根元にですね、2つの石で護岸をしています。こちらとこちらですね。ちょうどこの石が池の縁になると思います。でこちらの下の段が、まあ、池の、まあ、下の形を表していますね。そうしますとこういうふうにずっとこう形が分かりますね。多少壊れてるところもありますけれども、まあ、例えばこの石なんかはこちらに戻せば大体この場所だとか、まあ、この石もどうもこの石これが落ちたなというようなことが分かります。それからこの今私が立っているところは池の底なんですね。でこちらにちょっと溝がありますけど、これは調査のためにちょっと石灰をしたんですが、ここで見ますとこの池底はですね、地山を打ったとか山砂利みたいに突き固めた上に6センチから10センチぐらい粘土を張りまして、水が漏れないようにしていると、そういう工夫をしています。ですから先ほど言いましたように、まあ、当初いろいろわからない中では枯山水とかって話をしましたけれども、こういうものが出てきてしまうともう全く池があってですね、朝日新聞の記事にも載りましたけれども、京都にあるのが室町幕府のですね、細川邸なんていうのが実際に今の絵図なんかが残ってるんですが、そういうのと同じように、建物に囲まれたところに、実際に水をこう溜めたような池があったということが分かったというのは素晴らしいことだと思います。でこの池の水はですね、どうしたかというと、まあ、基本的には向こうからこう流れてくるのがメインだったようですが、こちらの南側をですね、そちらからこう傾斜してますから、こちらの会所っていう建物に降った雨をうまく呼び込んでここからも出してる。それから、こちらの方がちょっと複雑になってますけども、ちょっと水の入るような口がありまして、こちらには今掘ったところと不明的整備したここに大きな、まあ、主殿という建物があったわけですけども、そこに降った雨をうまく取り込んでこちらからも流してる。それからこれも少し、石がですね、こちらにちょっと続いてまして、これはこちらに今谷があるんですが、こちらの谷から自然に来る雨も雨水なんかもこう取り込んで、とにかく今までの調査でもそうなんですが、この場所は山の中に皆さんずっと後ろを見ていただくとですね、山の中にこんな平たい場所があるというのは人工的に作ったものなんですね。今だったらブルドーザーでバーッとこう平らにしちゃうんですが、この時代はきちんと石や礫を積んだ層と土の層を交互にこう積んでいってこう平らな場所を作ってあるんです。ですから大変水はけがいいんですね。その石のところを伝ってみんな斜面から抜けるようになってますから、まあ、そんな中でここに、まあ、池を作ってですね、水を貯めるというのはかなり努力をして水を集めているようですね。あとは出土品なんです。後で終わったら向こう側にちょっと展示場所が少ないので順番で見ていただきたいんですが、なかなか池の跡からはほとんど遺物って出ないんですね。こちらの佐々木の建物とか、まあ、池から若干は出ましたけども出土品が向こうにありますので後でご案内いたします。ただこれだけの皆さんがいっぺんに見るには場所が狭いんで、まあ、順番で見ていただきたいと思います。から実はこの調査は、まあ、8月10日を見学会に出廷して今までこう頑張ってきたんですが、まだまだ掘り切ってないところがありまして、実はこの西側ですね、この大きな石が立っている池のもう一つ西側にどうももう一つ小さい池がありそうだというのは分かってきました。見るとこういうふうにどうもこの石に向かってこんなふうにちょっと小さめの池がありそうだということが分かってますので、まあ、これからまだちょっと調査を続けます。